ノートパソコン。ノートパソコンをミーティングの時にパカッと開くと、相手との間に壁を作ってしまうんですよ、あなた。さあ、美味しそうなケーキとコーヒーが並んでおりますけども、ここでパソコンをパカッと開くと壁ができちゃうわけですよね。お客さんとの間にこの心の壁もできちゃいますよ。はい、ということで、じゃじゃん、 IO データ USB 接続タッチディスプレイ、ご覧ください。マルチディスプレイにもなりますし、 ATI 以外ですけどミラーモードもできます。ここにね、 USB 端子があるので、ガッチャーン、これがスタンドになりますね。スタンドです。で、何、あとパソコンつなげちゃえばいいの。ドライバーインストールして再起動しただけなんですが、来てますね。映ってますよ、ちゃんと。ぎゅーっと、どう、指で描ける。まあ、絵を描くというのはちょっと厳しいかもしれないけど、打ち合わせの時なんかにこうやって写真を表示して、こここうしてみたらとかさ、ここはこうやった方がいいよ、素敵じゃない、これは。これは素敵だろう。これは何のスイッチ、あ、タッチペン付属です。内蔵できます、タッチペンが。わーお、わーお、イエーイ。サブディスプレイでもミラーリングでもね、もう本当にタッチ、タッチできる。これは素晴らしいわ。 IO データの USB 接続タッチディスプレイでした。